チームの柱になるように頑張っていくので、ファンの皆さんにはどんだけでお願いします。先月開催されたホークスのファン感謝祭です。この場で新入団選手がお披露目されました。その数なんと19人、12球団の中でも突出した大人数です。たくさんの選手を保有して、そこからこう出てくる確率っていうのは、まあ、当然確率論でも圧倒的にその方がいい選手が生まれる確率高いと思いますので、でもそのこう育つ環境っていうのはしっかり整えた上での話かなというふうには理解してますので。早速合同自主トレが始まりました。総勢19人のルーキーの中に少し珍しい経歴の選手がいます。育成ドラフト3位で指名された伊崎三四郎投手。県内屈指の進学校福岡高校の野球部からプロ野球選手の夢をつかみました。福岡高校から高卒で直接プロ入りしたのは伊崎投手が初めてです。悩んだ末の結論でした。大学進学とあとまあそのプロの世界に進むので、まあ、迷いました。育成がその成長しやすい、まあ、指導者の方だったり、まあ、環境がまあ整っているっていうことを、まあ、ホークスだから入団したと思います。親御さんとまあいろいろこう話す中で、まあ、ホークスさんにいろいろこうお世話になることが本人にとって一番いいかなというふうに思ったので、まあ、少し後押しはさせてもらいました。ホークス2軍の本拠地、ホークスベースボールパーク筑後です。ナイター照明を完備した球場をはじめ、リハビリ用の流水プールもあり、野球漬けになれる環境が整っています。そして設備以上に力を入れているのが、選手一人一人に寄り添った育成プログラムです。選手によって選手の能力とかタイプが違いますので、まあ、その選手によった育成方法をしっかり現場の監督コーチなんかと議論しながら進めていくと、選手の成長度合いであるとか、現状こう何をすべきかっていう短期のプラン、中期のプラン、長期のプランというのはそれぞれに対して立てていくと。育成ドラフト1位で指名された戸畑高校の藤野慶雄選手です。同級生たちが大学受験に臨む中、プロ野球の道を選びました。男女分け隔てなく優しくて、すごい後輩からも慕われる人に思います。寂しがり屋なところがあって、で、まあ、トイレは2人以上は絶対連れて行ってますね。球団から将来はトリプルスリーも狙える逸材と評価されている藤野選手。当初は育成なら進学と話していましたが、迷った末にホークスに入団することを決めました。一番はその両親がやっぱり自分のしたいようにやれっていうふうに言ってくれて、でその後にまあそのホークスのシステムを聞いて、その自分の中で気持ちが変化して、プロに行こうというふうに思いました。成功するのは一握りというプロ野球、その険しい道に18歳の息子を進ませるのか家族も悩みました。どちらかというと失敗した時のことを考えてあげないといけないなと思ってたので、で高校卒業で育成で入っていった時に、その後の人生どうなるのかなと、どういう道を選ぶのがいいのかなというふうに悩んでたんですね。父武彦さんはホークスからセカンドキャリア支援に関する説明を受けたことで決断できたと話します。ある意味ソフトバンクグループに就職するようなものだと、野球ができなくても必ずソフトバンクグループで、職を与えますと。実際にホークスに入団した選手は他球団への移籍や改めて大学進学を志す人以外は
ほとんどがソフトバンクグループに残るといいます。広報部の西田君がいたりだとか、長谷川君なんかはそのままコーチ指導者になったりだとか、まあ、いろいろそのチーム周りのスタッフになるという選手もいますし、フロントの中に入ってくる選手もいますし、で、あのグループの方で、携帯の事業なんかの方にいる選手もいますし、まあ、それはもう本当に様々です。充実した育成環境と手厚いセカンドキャリア支援、ホークスで勝負することにもう迷いはありません。自分の一番の持ち味は脚力なんで、しっかり、まあ、積極的に打ってきて、で足でどんどん塁を稼いでいきたいなというふうに思います。ずっと目標にしている投手が、まあ、千賀投手なんで、そのまっすぐで落ちて、まあ、変化球も折り曲げてながら打者を圧倒するようなピッチャーになりたいなと思います。ホークスに入ってもらった以上、こう横一線だと思って競争して、それに勝った選手、伸びた選手が一軍にというような、このシンプルなこう考え方で日々切磋琢磨していただければいいんじゃないかというふうに考えています。